こんにちは、こんばんは、さくやです。今回ストーリーのね、続きやっていくので、で、前回どこまで行ったかなって感じなんですけど、そこに行くためには、確かね、こっからなんかもう次行こうとしたら、いや戻れよみたいに言われたんで、確かここ行けばいいと思いますね。おそらくジャンギルなんとかってとこかな。ここじゃないね、これだ。ここでいいと思う。まあ、下と、右どっちもあるんで、まあ、とりあえず行ってみようかと言いつつも、このね、強いやつをぶちのめしてから、まあ、強くはないかな、別に。よし、連携頑張って、シリカ。私のターンだ。仕方ないな。スイッチいかなかったね。結構めんどくさいこいつ。あ、でも熟練の時には上がるかな。なんだろう、この攻撃すると見せかけて羽を作ってからの針切れてからやってくるっていうね。ショートスキルいくよ。よっしゃ、まあ、とりあえず倒してみたけど、今一緒にいたパーティーの奴らは消えた。グッジョブ、グッジョブなところで宝箱、お金になるので、きっちり回収していこう。赤宝箱がなくないですか。赤宝箱がこの方向にあるはずだ。陸の上か。まあ別に。じゃあどうしようかな。下のマップがなんかとりあえず突き当たりっぽいんで、そっちに、行ってみようかな。まあ前はね、隣行けるだろうとか思ったらね、戻れよって言われてしまったんで、早くね、次の砂漠マップとかやりたいんだけど、あとステージ5かな、あの剣取れる写真いるじゃないですか。
あれも早く倒しに行きたいんで、でもね、スキルやらないと全然ダメなんですけど、でもとりあえず左が近いんで、こっち先に登録してから行ってみようか。ちなみにね、これ録画始める前に強化やりまくったんですけど、リズベットが失敗しまくって大変でしたね。まあ、装備出てきたら強化して、ルートがやっとくとまあいいのかな。まだ戻りませんけど、とりあえずマップ的には、まあ、一応右下の方に、ワープできるところがありますね。あと鍛冶屋、とりあえず下のマップにも行ってみようか。どっちが正解なのかは分かんないけど、多分青い円があったりすると、まあそっちが正解だったりするのかなと。間違った。ね、ワープがいつでも可能なので、どっちにもワープあるのかな、もしかしたら。ジャンギル岩湖、あっと右側の方に青い円がちょっと近くにあるので、そっちにまあ行ってみようかな。登録してからね。あ、でもその前にあの赤い中宝箱の近くちょっと行きたいなっていうのもあったり。するんだけど、まあ一応ここ取ってこうか。読みたね。デーモニッククリーパー、こいつか。なんか後ろにもいるっすね。なんか結構ダメージ食らうなってきた。全力を行きますよ。頑張ってシーカー、またしよう。大丈夫ですよ。ちょっとアタッカーバックがない、全然ないんでね、なんかあんま強くないですけど。スイッチ倒した、これで何かをくれるはず。嘘の召喚印、多分それで隣のマップ行けば行ける感じかな。デビルクレーバーあったりしていけるじゃないですか。とりあえず、あの、せっかくなんで、やつも倒しましょうか。ラッシュが切れるの早いね。あれ強いかどうかはちょっと分かんないですね。アビスなんちゃら、よし頑張った。戦うところ加勢します。加勢という名の横殴りをします。
けー、ダメージ無効がないとやっぱりね厳しいな。負けるかよ、ご了承かよ。手がやるか。レオナルドさん。意外と HP あるね。倒した。なんかいきなり死んだね。仕方ない。さああと一人死んどけ。まだいるな。いないか。さあ、やつらが開けないうちにオープン。うん、とりあえず両手斧で、あとはまあ緑もやっとくか。まあ、なんかいろいろね強化素材とかが出るので、おそらくね、お、しかも一匹倒して終わり。フォーマックスゴーレム、ゴーレムさん、どこに向かってやってるんですか。スイッチ行くぜ。硬いんだよね、相変わらず。火が足りない。終わったね、死にたいな。近くに通りすがりのパーティーが、今です。居づらくなった。はい、タイミングバッチリしてるから動けない。ベビーでね。なんでと横で食らうのかな。これで決めるぜ。浮いてる最中にもうダメージが通ってるね。何もしよう。スイッチ任せたよ。ちょっとだね。よし、倒した。さあ、こいつら死んでるけど大丈夫？それくらい起こしてあげようかな。あとは死いらない。知らないよ。ってことでこのマップにはおそらく用がない感じなので、お隣に行きましょうか。これ街からじゃないと最初ね移動できないのかなと思ってたんですけどね、まあ、このゲームちょっと説明が足りなすぎてちょっとね、いや
初めてやる人にはちょっとね厳しすぎるんじゃないかなと思ったり思わなかったり。グランドガーディアンマシーン、よし、まあ、こいつも倒そうかな。はい、行くぞ。全力よろしく。タイミングバッチリ回避してくれって言ったのに回避しないなってどういうことかな。これで決めるぜ。マジで。結構一気多いね。HP 半減だから回復しなさい。なんていうカメラしてるんだ。トランサー熟練度全然上がらない。とりあえず直行しよっかな。緑丸にエンドレスファイター、どこにいるのかな。いた。ネームドモンスターが多いね。またキャストじゃなくて連携ですよ。私のターンだ。あっさり。ゴーレムやっぱ硬いんだね。まあ、これは宝箱はなしか。次の丸 何が出るかな。まあ、ここの鍛冶屋とかもどうなのか。マケリとブートゴーレム、またゴーレムか。前で時間がさ、スイッチお願いからのね、ごめんっていうね。
この多段攻撃回復するね。あと半分なんで、まあ全力いきましょうか。なんで今のクラウドじわじわね、叩き切れるのが結構いいんだよね。だから本当は、まあ、最初のステージ1のボスとかも やりましたよ。白銀鉱石あんま見ないね。とりあえずまあとりあえずやること終わったんじゃないかなと思った。おい、なんか食らってるぜ。やるな。うん、わかった。ノロノロビーム食らった。これは追いつかってしまうやつだ。やめろ、やめるんだ。追いつくな。あった、ワープだ。飛ぶぜ。多分これであの後ろに行けるはずだ。ダンジョンアクション、ワープしましょう。うわ、いきなりボスがいた場所の裏手の場所か。てかさ、こんな端っこにボスいたっておかしいでしょ。どう考えても真ん中ですよね。起動を進めてボスエリアと至る道を見つけ出せ、達成。あのでっかいやつは何でしょうか。ネームドモンスターか。リバースゴール。別に強くないね。ということで、スルーしましょう。あ、やべやべやべ、またあれですよ、いつもの登録を忘れる。っていうかさ、他のパーティーいるじゃん。ストーリーの設定がおかしいね。よっしゃ、進むぜ。まあ多分これはボスまで行けるんじゃないかな、この回で。この調子なら。さあ、ソードスキル要求終わってしまったね。行くぞ、回復するぜってな感じで、このゴリ押しでどこまで攻略できるのかっていうのも気になる。あとね、レベル上限とかもさ、今は70だけどどれくらいまで解放されるのかなっていうのも気になったり気にならなかったり。オープン。縛り行こうと、まあ大したことないな。逃がさねえぜ。こいつ倒していくか。
お宝があるからね。やったこいつか。ファリーたちもいたんだけど。監禁。あ、こいつらだけでオッケーなんだ。行くな。そりゃ。なんか一応今つけてるのよりはいいかもしれないねと思ったけど、 HP 減るしちょっとやめとこうかな。次は、あ、一応あの赤い宝箱開けていこうか。結構ねお金が4600しかない。こんだけやってんのに。いなかった。ちょっと街添え食らったのはちょっと許せないな。さあ行こう。ダッシュしないとやっぱダメだね。切れんの早すぎ。あ、この先におるおるね。嬉しい。絶対これにスキルアライドは無理だ。成功しないからね。さてこの先にいるのは当たらないよ。さあ俺たちのデッキじゃないからさ。これで決めるぜ。なんか何気にクエスト達成した。ダークなんとか普通はこのタイプのイベントなんだ。じゃあ、こいつ倒したら行こうか。じゃあ行くぜ。連携よろしく。やばい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 。ちょっと作らん。頑張ってね。あっさりだな。これ本当は一人でできたらいいんだけどね。刀、硬いの攻撃力が、攻撃じゃなくて、攻撃力じゃなくて、攻撃が遅い。やったー！回復するね。勝手にしてくれ。ということで、先へ進みましょう。ハリー時間2倍とかあったら、どっちなんだけどな。こいつ、ため時間が長いんで。本当はね、引き締めるとか絶対したいんですけど、やつはね、死んでしまって100秒経つとゲームオーバーっていうのがね。いいぞ、頼んだからね。これで決める。死にた。次で終わりでしょう。次、お願いします。お願いしますも何もないですね。こいつらの貼られないぞ。こいつらではなかったね。この先にいる多分これやっぱりネームドモンスターでしたね。ナイトっていうからには行くぞ。刺してない。マジしてるから。
あっさり。宝箱が。ちょっと待った待った待った。パラレルナイトリザレクト。でも多分弱いっしょ。レベル100台じゃなければ全然いける設定のはずなんだけど。よし。さあ、どんなやつが現れた？こっちだな。43。ちょっと挑戦してみようか、やつ。まあ、そうね。麻痺した状態でいくのちょっとやだな。倒してくれ。全力攻撃だ。よっしゃ。麻痺ちょっとやる。スイッチ行くぜ。まあさすがにでもレベルは低いと言いつつ、まあ予想でエネミーらしいところはあるかな。こいつもパリしてくるの。ダメージ2桁なんですね。よっしゃ、ゴリ押しで終了。宝箱は出ないんですか？出たー。あ、でもどこに出たんだ。大したもの入ってないと思う。ライノックスメイル、まあ普通の。エピソードエネミーやっぱマイナス付きが多いからな、あんま使わないね。結局邪神武器にはかなわないっていうね。300いってくんないかな、二刀流。HP マイナスの剣ちょっと嫌なんですよね。早くステージ5であいつが出てきたところを、まあ、みんなにねマルチでね助けてもらいつつみたいな、それをやりたいんだけど、で剣欲しいって人磨いているみたいなんだよね。なんかチャットで言われたりもしたんで、さあ忘れずに登録しましょう。一気に行こうか。とりあえずあの赤いやつを。鼻がムズムズするよ。さあ、行けた。カリーじゃないね。トゥース。おいし、キバ。どんなやつがいるんですかね。木か、今度は。木だったね。トレントブスか。パリできるのか、一応。これで決めるぜ。これで決めるぜ。行くぞ。頼まれたぜ。
ゴリ押しのターン。スイッチ行くぜ。よいしょ。あっさり。宝箱オープン。お前なんか邪魔してるな。なんだこいつ。フェザーブラスター。どうせ売るんですけどね。なんか赤い点がいるな。よし。このブーンって音がちょっとマジやばいんだけど。そろそろ開きませんか。8ですね多分。あっ、パリーできる攻撃とできないのがちょっとよく3がよくわからない。おっと、なんか倒さなきゃダメなタイプ。トパーズスター、トパーズスター、任せろ、私が倒してやる。これで決めるぜ。飛んでると当たんないのかな。ジャンプしてるゴーレムに当たるのね。開きませんね。こいつじゃなかった。え？あ、このちっちゃいやつも倒さなきゃいけないんだ。これはないよ。でもそろそろボスじゃないですか。おっと、来た来た。よっしゃ、ボス会になったね。 やっぱり一辺と突入。他のパーティーは、あ、設定上はいないのかな。間違いない、この先にボスが待ち構えている。なんか今永井秀和流に言ってほしかったな。ジェネシスが倒したのはフェイクで、これが真のステージボスなんだ。そいつを倒せばきっと攻略を進めることができるはずだ。よし、一旦街に戻ってバトルに備えないとな。ちょっと待って、え、また戻るの。長ったらしい話聞かなきゃいけないから先に行きたいんですけど、ダメっすかね。こんな報告してる間にね、先越されちゃうんだよ。でもとりあえず全部、登録したかな、ワープ的には。さてと、アルゴにはステージボスのことを伝えたから、あとはみんなに連絡して。てんてんてんの後が気になるね。聞いたかよ、黒の剣士の話。一人で高難度クエストをクリアしまくってるってやつだろ。ジェネシスの話か。
どうでもいいや。その前は確かステージボスをトップランナーよりも早く見つけ出して倒しちまったんだよな。勘違いだけどね。正直このゲームの最強プレイヤーだろう。今やどこもジェネシスの噂で持ちきりだな。いや、エゲルにアスナ。あちこちで聞くよね、あの人の噂。そりゃそうだろうな。始まったばかりのこのゲームで、あいつの実力は飛び抜けてる。一日のほとんどをここで過ごしているコアな奴らですら、全くもってかなわないって状況だ。そこまでなのか。一日ここで過ごすとか、実力はやばすぎでしょ。にしても、あの人の噂を聞くたびに、黒の剣士っていう名前が出てくるの、どうにかならないかな。この世界で、黒の剣士といえば、あいつのことらしいからな。とはいえ、俺たちサバイバーにしてみりゃ、やっぱ釈然としねえよな。うん。そういえば、攻略のトップランナーだった何人かが引退したらしいぜ。活躍の場を奪われた挙句、こうまで噂が広がったら続けられないもんな。えげつないな、黒の剣士。あ、だから誰もあいつと組みたがらないのか。モブって言われるからね。プレイヤーとしてのスキルは高くても随分と嫌われているみたいだな。SAO の黒の剣士だってかなり嫌われていたと思うけどな。うんうん、それは違う。それはわざと嫌われるように振る舞ったから。そうでしょ、アスナ。わざとでもさ、 SAO のベータテスターが多くのプレイヤーたちから敵意を向けられた時、君はそれを一人で背負った。黒の剣士という名前にはそれだけの重みがある。ただ強いだけじゃないんだって私は知ってるよ。同じ呼び名でも本質はまるで違う。俺たちの知っている黒の剣士ってのは人のことを思えるやつなんだ。さあ、これからバトルの準備だろ。ジェネシスが倒したっていうボスの他にもう一体のステージボスが隠されていたとはな。もうアルゴさんがボス討伐の募集を始めてくれてるよ。ジェネシス赤っ端だね。これはこれで新しいエリアへの道が開けば、プレミアちゃんのクエストを続けることができるね。あの子のためにも絶対にステージボスを倒して先に進もうね。ああ、そうだな、必ず倒してみせるよ。ということで、ボス討伐に行くぞ。いいんだよね、行っても。レイド戦か。レイド戦って言われても毎回他のパーティー即死なんですよね。さあ行くぞ。ボスがどんなのかは教えてくれるんですよね、いつものごとく。解説。まさかもう一匹ボスがいるとは思わなかったよ。ボスを倒せばきっとまた新しいフィールドに行けるはず。まだまだ遊び足んないからね。ということですか。さあ、ボスの前にこれまでの情報を整理しましょう。ドライ、ドライじゃん、ドライ。のが一番最初に話しかけたやつ。サモン・ザ・フェイト・ド・ドミネーター。2つの携帯を切り替えて行動します。ジャンプしても届かない頭か。ダウンさせてから狙うと。相手が携帯を切り替えるその時に破壊する。どういうことだ。まあ特にない。まあダウンさせなくても無理くりいけるっしょ。なんか少めずにするとボディの形全部一緒になっちゃうのかな。
よし、頑張ろうぜ。おう、おう、おう、おう。出たー。どう見ても馬じゃないか。なんかいきなり来たな。一回壊れちゃったけど。回避してくれ。そう思わせていて。いける。嬉しい。これで決めるぜ。はい、これで決める。てかさ、これやればさ、上から攻撃してくれたら、普通にいけない？どれくらいの技をする前に、ぶちまめて。ダウン来た。こんなに削りきれないかな。ダウン長いな。他のパーティー回復しろ。一時撤退じゃない。キラーライド来た。頑張ってね。待って、他にもなんか。携帯を切り替えるときに言ってたけど。なんでこんな背景の色までそんなに変わるんだ。どうか開幕します。さてセイッチ行くぜ。切らないですか。決めてくれよ。他のパーティー見てるだけだよなんて。あ、死んだ。トロフィー獲得。ラストボーナスもう来ましたね。経験値なし。
しなし、まあ、なくてもね。インフォメーション。やったぜ。ジェネシスの話はないのかな、こっから先。悔しがってるところを見たいな。討伐おめでとう。本当に隠しボスを見つけた時はびっくりしちゃったよ。みんながわずかな可能性の中でも必死に探してくれたおかげだよ。それはあんたも同じでしょ。プレミアちゃんのためだもんね。簡単には諦めきれないよ。でも本当に良かったです。クエストを続けることができそうで。ボス討伐ご苦労さん。いやアルゴ、封鎖されていた新エリアへの道はどうだった？ああ解放されているのを確認してきたぞ。攻略が続けられそうで良かったよ。コンテンツが停滞して新鮮な情報がなくなると商売上がったりだからな。それにしても今や真のトップランナーとして周りから絶賛の嵐だな。プレミアのクエスト攻略を続けたかっただけなんだけどな。普通なら誰もが見落とすはずさ。あそこで騒いでいるやつだけじゃなくてね。ん？出た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 。冗談言ってんじゃねえ。ボスを倒してもヒントすら出なかったんだぞ。そんなこと言われても実際これだけ噂になってるしさ。クソモブが！ジェネシス。おいてめえ、もう一匹ボスがいたっていうのは本当か？他のパーティーもいたんだけどな。ああ、このエリアにはステージボスが2体いたんだよ。なんで先があるって気がついたんだ？別に気がついたわけじゃない。ここで終わらせたくなかっただけだ。終わらせたくなかっただと？何のために攻略をしているか、その違いが今回の結果につながったんだ。自分のためか人のためかっていう違いでな。誰かのために攻略だ？哲学のつもりかよ。吐き気がする。この世はもっと単純だ。強いか弱いか、結局は自分一人だ。お前らにもそのことを味わわせてやる。必ずだ。なんで、あの野郎。メンツを潰されて面白くねえんだろうよ。まあ気にするな。攻略で競いたいってならやらせておけばいいだな。俺たちはあくまでプレミアちゃんのクエストクリアが最優先だ。その通りな。なんかちょっと心配。クソ運営がくだらねえ展開を入れやがって。クソ運営って言われない運営ってある？実力のねえやつは淘汰されんのが常識だろうが。俺のこと見てんのか、このモブ。こいつは1コルしかよこさねえクエスト NPC。 1コルしかよこさねえ。そういやあいつ、このモブを連れ歩いてやがったよな。わざわざ連れ回すってことは何かあるってのか？今回の隠しボスみたいに。なんだか嫌な予感がするような展開になってきたかな。よっしゃ行こう。でも多分部屋から出たらきっと会話始まるんでしょう。
多分そうだよね、いつものパターンに行くと。あ、そうでもない。じゃあこっから出た瞬間かな。長いね。ほらやっぱり。よう、エギルにクライン。おう。二人揃って何してるんだ。ちょいとやぼようでな、町の西にある民家にアイテムを届けに行くんだ。ああ、それって確か鑑定スキルに補正がかかるアイテムが手に入るクエストか。ついでにその近くにあるレストランでラーメンらしき食い物が食えるらしいから行ってみようと思ってよ。へえ、ラーメンとは珍しい。このゲームにもあるんだな。暇ならお前さんも付き合わねえか。ラーメンらしいものみたいな。 SAO の時に食ったアルゲートそばの二の舞はないよな。それも受け入れるのが新規開拓の醍醐味よ。そうだな、興味あるし俺も行くよ。よし、そんじゃ出発だ。確かこの辺りに。そこじゃねえか、店の前に何人か並んでるぜ。おお、間違いねえ、ここがラーメンの出てくるレストランだ。列ができてるってことは味に期待ができそうだな。その代わり少し待つことになっちまうがな。少しどころじゃないんでしょこういうのって。なーに、この程度の列 SAO を買うために並んだ時に比べりゃ何でもねえ。ん、向こうにいるのってどうした。どうしたどうした。ほら、あそこを歩いてるの。と、お、あ、プレミアちゃんじゃねえか。こんなところも歩き回ってんのか。そういえば前も町の外れで会ったことがあったな。そうだ、プレミアちゃんも誘わねえか。果たして NPC の口に合うかな。それ以前にラーメンを知らなそうだけどな。よし、呼んでくるよ。おい、プレミア。珍しいところであったな。私ですか。ああ、ちょうど俺もクラインとエギルドで出かけてきててさ、これから食事をするんだけど、よかったら一緒にどうかな。ジェネシスに何かされたか。食事。うん、ラーメンっていう食べ物なんだけど。食事一緒に。ああ、向こうで二人が待ってる、行こうぜ。ご機嫌ようすら言わなかったよね、なんか今ね。いやー、うまかったな。あー、 VR の技術はここまで進歩したんだって感心するよ。ゲームだけに限らない、別の可能性を感じるよな。ただよ、俺としては VR でうまいものが食えるとなると本業に危機感を覚えちまうぜ。リアルじゃ喫茶店を経営しているんだもんな。大丈夫、コーヒーと酒の味に関しちゃ VR はまだまだだからよ。どうだった、初めてのラーメンの味は。美味しかったです。よかったぜ、プレミアちゃんが満足してくれて。それにしてもものすごい勢いで食べていたよな。そんなに腹が減ってたのか。こう見えてプレミアは食いしん坊だからな。気に入ったならまた一緒に食べに来よう。今度はアスナたちも連れてさ。食事、私が一緒に。どうしたんだよ、よく一緒に食べているじゃないか。いくらうまい飯でも一人で食ってたらうまくねえもんな。飯ってのはやっぱみんなでテーブルを囲んでこそだ。現実じゃお前さんは一人ぼっちだもんね。おー、なんか追い、なんだ、追い打ちをかけるような一言。そうなんだよ、寂しい一人暮らしじゃ飯もうまくなくてよ。っておい、エギル、俺だって彼女や可愛い妹と一緒に飯食いたいわ。チキショー。ボケかましたな。どこかプレミアの様子がおかしい。
一緒に食事することに戸惑ったり、会話が噛み合わなかったり。前もこんなことがあった。ここ最近のプレミアはみんなとすっかり打ち解けていただけに気になるな。 AI がリセットされたかのような。ってことで今イベントリスト、うわいっぱい増えた。シリカの店ってどこにあるんだろうね。でワンキチがまだ続いてるし、でエンペラーソードもあるんでね。うん、とりあえずなんか今回はここに終わりにしとこうかな。まあステージ3のねボスを倒したということで、はい、ということでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方も、していってください。よろしくお願いします。それではさっけでした。またね。